こんにちは、富士広報室の山中です。もう3月ですね。この時期は少しずつ日の出の時刻が早くなってきて、朝の気分も明るくなります。日の出の時刻が一月あたりどのぐらい早くなるのかというのを調べたところ、1月は8分、2月は29分なのに対して、なんと3月は42分も早くなるそうです。つまり3月は1日あたり1分30秒ほど早くなるということですから、春は一歩一歩近づいているんですね。春が待ち遠しいです。それでは地域の出来事やイベントの様子をお伝えする富士市トピックスをお送りします。現在、岩本山公園では絶景富士山まるごと岩本山が開催されています。4月8日までの期間中、さまざまなイベントが行われています。絶景富士山まるごと岩本山の開催初日、2月1日には富士山の語呂にちなんで223本の梅の小枝が来園者にプレゼントされました。当日はあいにくの曇り空でしたが、配布前から100人以上が列を作り、富士山百景プロジェクトサポーターのメンバーから小枝を受け取りました。じゃあ順番にやったら2番の人、2番の人、はい、2番の人、別にいいで、いや売れちゃってもんがあるから。ありがとうございます。よかったね。ありがとう、ね、ありがとうございます。終わりつけたこれ。大きいよ。持てる？持てるかな？持てる？ありがとうございます。超綺麗です。超嬉しいですね。これはお持ち帰りになって、はい、はい、うちで大事で、うちに大事にさせてるようですね。はい、そうですね。うまく咲かせれば。いいなと、探してあげれたらいいなと思います。そうですね、花の時期でお散歩がてら来たり、犬もいるので連れてきたりしますね。また咲いたら見に来て、また桜もあるし、またお花が綺麗な時に来ようと思います。でもとてもあの枝ぶりがよくって、あの花がもうすぐ咲きそうなので、部屋に飾ったら一足早く春が来るかなっていうあの気持ちになりました。四季折々いろいろな花が咲くので、あのとても生活にこうなんていうかな、潤いができるという、そういう気持ちで、はい、登っています。はい、あの広報富士で知ったんですけれども、こういうことがあるっていうのをもっと広めていきたいなと思いました。いつも手入れが行き届いていて感心しています。でいつ来てもね、本当に綺麗なので、あの春夏秋冬一年中楽しめる素晴らしい公園だなと思います。この日は梅のつぼみがほころび始め、ロウバイは美しく咲いていました。訪れた人たちはカメラ片手に公園内を散策していました。2月17日には完売ウェディング2018が開催されました。この完売ウェディングでは、結婚式を挙げていない夫婦を公募し、梅が咲く岩本山公園を会場に、梅の花言葉、高潔、忠実、澄んだ心にちなんでウェディングセレモニーを行います。今回完売ウェディングを挙げたのは、小林文也さん、桃子さんご夫婦です。富士市の山登りの講座で知り合ったという小林さんご夫婦、富士市らしい結婚をしたいと思っていて、婚姻届を提出する日、折り紙で富士山型のリングを作って、市役所の屋上で写真を撮ったそうです。
と新米のお菓子が贈られます。続いて新婦のご友人による民族音楽での余興が行われ、2人の門出を祝いました。皆さんせーの、よいしょ、よいしょ。すごく景色も綺麗で本人も綺麗ですごく良かったです。富士市らしい企画でとてもいいと思います。とても綺麗で可愛くてこっちも幸せな気分になりました。やっぱ食事をしたっていうのがあっていつまでも残るっていうのは羨ましいなと思いました。普段遊びに行ったり音楽のイベント行ったりとか、あと工場夜景を一緒に見に行ったこともあったりとか、観光とかで紹介されてるところとじゃないなんかマニアックなところをいっぱい教えてもらったので楽しかったです。いろんなご家族とか友人だけじゃなくていろんな方から祝福されて羨ましいなって思いました。以前岩本山をお散歩していた時に完売ウェディングの梅の木が植えてあるのを見ました。で席を入れに行った日に完売ウェディングのポスターを市役所で見かけてこんなところで楽しい結婚式ができたらいいなと思って応募しました。妻桃子と一緒に、梅を見に来て写真を撮ったりお散歩したりということで、よく来ておりましたので今こうして皆さんに祝ってもらえることをとても嬉しく思います。とても多くの方に祝っていただき、思ったよりも多くのカメラがたくさん並んでいたことに驚きました。大掛かりなセットもしていただき、天気も良かったので、嬉しく思っています。お天気が心配だったんですけど、とっても富士山綺麗に見えて、風は強かったですけれど、とっても皆さんにも祝っていただけて、私たちらしいというか富士市らしい結婚式ができて嬉しかったです。ありがとうございました。憧れの場所で多くの方から祝福されていました。どうぞ末永くお幸せに。絶景富士山丸ごと岩本山は4月8日日曜日まで開催されています。観光ボランティアによる花咲案内人、飲食物や土産物などを販売する峠の屋台村、音楽演奏などが行われます。なおイベントの詳細は富士山観光交流ビューローウェブサイト、開花情報はリプス富士ウェブサイトをご覧ください。岩本山公園は梅だけではなく3月下旬ごろからは桜が見ごろを迎えます。皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。続いては富士市を全国に PR するシティプロモーショントラックについてです。2月16日にお披露目式が行われました。シティプロモーショントラックはトラックの荷台に市内の絶景スポットから見た富士山の写真や
富士市ブランドメッセージをプリントし、走る広告塔として全国に富士市の魅力を発信します。市では運送業者の協力を得て、平成28年度に4台のシティプロモーショントラックの運行を開始しており、今回新たに3台を追加しました。夕暮れの工場と富士山、早朝の岩本山からの富士山、バラ、藤梨、茶畑と富士山のイラストを描いたトラックが富士総合運動公園駐車場でお披露目されました。これが、まあ、市内はもとよりですね、本当に幅広く全国に走ってくださることによって、この富士市の魅力、そして産業都市として発展したこの躍動感、こういったものがですね、全国の国民に伝わっていくんではないかな、まあ、そのようなことを思いますとね、大変ワクワクするわけでございます。また市民の皆さんにとりましても、このトラックを見ることによってですね、富士市の魅力を再発見をしていただいて、富士市の良さをまた知っていただく、まあ、それが富士市に対する愛着や心につながっていくんではないかな、まあ、そのようなことも期待をするわけでございます。このトラックがですね、地域は、もちろんのこと、東へ西へと、走っております。各、ね、地域の方がこれを見て、あ、こんな素晴らしい富士山 を富士市に行ってみたい、あるいは富士市に住みたいというような方々が、ね、富士に、来ていただければ、幸いではないかなと思っております。テープカットです。3、2、1、どうぞ。私もお披露目式の現場にいましたが、7台のシティプロモーショントラックが勢ぞろいすると本当に圧巻でした。このシティプロモーショントラックを通して、少しでも多くの人に富士市の魅力が届けば嬉しいなと思いました。ここまで富士市トピックスでした。次回もお楽しみに。それでは富士広報室はこの辺で。